の質疑は終了いたしました。次に中島正純君。中島君。国民新党の中島正純でございます。参考人の皆様、今日はあの貴重なご意見をお聞かせいただきまして本当にありがとうございました。早速あの質問に入らせていただきます。まずは深尾参考人と加藤参考人にお伺いしたいんですが、突拍子もないことをちょっと素朴な疑問をお伺いしたいんですけれども、あのまあ現在の経済状況 の、 その根幹部分でありますので、まあ教えていただきたく思うんですけれども、そもそもその円高にですね、良いとか悪いとかいうのはあるのでしょうか。あのかつてのですね、日銀の総裁の早見総裁が提唱したように強い円ともてはやされていましたが、今や全ての頑強デフレの原因とまで言われております。その時々において評価が分かれるのはまあ当然かもしれませんけれども、まあ円高にもその限度があると思いますけど、現在の円高は良い円高なのか悪い円高なのか、それともこのように評価つけること自体がおかしいのか、お考えをお聞かせ願いますでしょうか。深尾参考人。まずあの円高は都合のいい人にとっては良い円高で、都合の悪い人にとっては悪い円高になるんだろうと思います。ですからまあ輸入業者にとってみればまあ非常に良い円高で、あの利益を得ている人は何も言いませんので、あの静かにあの利益を持っていると。で、あの輸出企業なんかはまあ困ったことになったということで悪い円高というふうに言っているんだろうというふうに思います。加藤参考人。まあ、そのまさにその立場によって変わってくるということがありますので、まあ、現在 の、 その円高の場合はむしろその輸出企業も、まあ、今は大変なわけですけれども、こうチャンスを生かすと、その海外 の、 その将来の種となるような、収益の種となるような企業を買収していくとか、そういったことに積極的に利用していくという局面であれば、振り返ってみればいい円高だったなということに転換するようなその経営戦略というのが必要だと思います。あのヨーロッパいると特にロンドンの人たちはそのポンド安だったらポンド安なりに観光客が増えて、あるいは輸出が増えていいし、ポンド高になったら逆にその観光旅行外に行ったりしてエンジョイしたりとか、その時その時 の、 その両方両面をうまく利用しているようにも思いますの で、でまたそのこれから急激な円安にもし行くと、逆にその海外企業からその日本 の、 そのメーカーなどその買収構成というのは今度来るリスクもすごくありますし、まあそこは局面によって、いいか悪いかというのは変わってくるということかと思います。以上。中島君。ありがとうございます。それでは次は犬飼参考人、深尾参考人、加藤参考人にお伺いしたいと思います。TPP についてお聞きしたいんですけれども、昨年来あの議論が激しくなっております TPP でありますが、まずこの TPP は、デフレを加速させるのか、これがまず1点。それと TPP は日本の金融制度に影響を及ぼすと思いますが、特に米国はですね、日本郵政グループの金融サービスについて国の信用背景にしており、民間と公平な競争をしていないとしており、ゆうちょ銀行や官保生命保険を持つ郵政事業が問題視されていることを懸念しております。現在そのゆうちょと官保で国債の3割強を保有しており、他の一般銀行と保険会社をすべて合わせた保有額とほぼ同水準であります。国債の安定償還のために欠かせない存在と思いますが、お三方のご所見をお伺いできますでしょうか。犬飼参考人。TPP がデフレと関係のある、関係があるかというご質問でございますけれども、まあ、それはやり方によるんだろうというふうに思います。それ自体は直接の関係はないというふうに私は認識をしております。それと、日本のその金融制度の中の、ゆうちょ官保の問題についての、あのご質問でございますけれども、これまでの改革を経てですね、そのゆうちょ銀行官保の部分については金融庁の検査監督の対象になると、要するに、通常の、まあ、銀行ないしその金融機関の形にですね、だんだん移ってきつつあるという認識をしております。そういう意味で言うと、これもですね、商業そのマーケットベースの認識に今後は委ねられていくもので
なかろうかと思います。で逆に、今いくら国債を保有しているからその国債の保有が重要なんだとか、まあ、そういうふうにあまり思わない方がいいのかもしれません。でまたその郵政グループの株式をどうするかという問題もいろいろとご議論があるようでございますけれども、やはりこれは市場の、認識というものに任せるというのが非常に重要ではないか、むしろ市場で評価されるように、ゆうちょのグループ全般がですね、頑張られることが重要なのではないかというふうに思います。以上です。深尾参考人。今の犬飼参考人も言われた通り TPP はもうやり方次第であって直接的なインフレデフレとはあまり関係がないというふうに考えております。で次に郵政グループについてですが、まあ、昔アメリカはまあそういう批判をしてたかもしれませんが、今はアメリカファニーメイもフレディマックも実質国有になっておりまして、アメリカの政府がすでにアメリカの金融市場において非常に大きな、まあ、株主になっちゃってるわけであります。でそういうことも考えに入れればそこまで批判をされるほどのことはないかと思っておりますが、従来 の方向性で見え化していくということに還付生命とゆうちょ銀行になってますから、その方向をしっかり維持していけばそんなに問題にはならないだろうし、またその2つに対して国債の保有を義務付けるようなことはしない方がいい、これも全く同感でございます。加藤参考人。TPP とデフレ、まあ、短期的にもしその安いものがそれによって入ってくるということになれば、まあ、一部の品目の値が下がるということはあるかと思いますが、まあ、その相対価格の変化といいましょうか、その全体への影響ということになると、それはそのTPP によって日本経済全体が活性化できるのかということに、まあ、長い目ではかかってくるということかとは思いますので、まあ、まさにお二方おっしゃったようにやり方ということかと思います。それからそのゆうちょグループに関しては、まあ、今深尾先生もおっしゃったように、まあ、今現在やっている方向性であれば金融市場にとって何かそのすごく大きな歪みを与えているという状況ではないのかなと思いますし、また欧米においてもこの金融危機以降その一時的にその国有化状態になっている金融機関も多くあったりもしますので、まあ、何か日本の状況が突出して歪んでいるということでもないのかなと思いますが、ただその金融市場を歪めないようなその大手金融機関の在り方という議論でやっていくべきということかと思います。以上、中島君。ありがとうございます。それでは最後の質問を深尾参考人にさせていただきたいと思います。年明けから最大の経済問題は欧州の債務危機と言われてきました。20日のユーロ圏の財務大臣会合でギリシャの二次支援が合意されましたが、緊縮財政を余儀なくされているこのヨーロッパの各国の影響が中国などに及んだ場合、我が国の輸出にも大きな影響を及ぼすことになると思います。この欧州の債務危機の今後の動向について何か注意すべき点があればご所見をお伺いしたいと思います。深尾参考人。ギリシャ問題はまだ解決したわけではありませんで、まだまだ実際に130ビリオンユーロの貸し出しが実行されるまでにはいろんな落とし穴がありまして、でこれについて確実に遂行できるかどうか疑問な部分があります。でまたいろんな改革を約束して借り入れを約束してますが、130ビリオンというのは順番にお金が出てきまして、である程度の改革を進めれば一部お金が出てくるという形で何回かに分けての貸し出し実行、最初にドンとやるのは大きいんですが、それ以降順番に出てきます。でその中でギリシャにおける改革疲れといいますか、非常に景気が悪い状態で今回の基金の前に比べて GDP が 15% ぐらい、あるいは 15% 以上落ち込んだところにあります。リーマンショックの時の日本の落ち込みの3倍以上の落ち込みをしているわけでありまして、その中で国民の治安の問題、あるいは反ギリシャ的な、失礼、反ドイツ的な
国民の意識ですね、こういったところが大きくなる。それからドイツの側も、もういい加減に愛国に金を出すのは嫌だという形で、もう世論の6割ぐらいはギリシャへの支援に反対してますが、国会議員の中ではギリシャ支援に賛成な人が多いわけですけれども、世論は逆になっているわけで、これがどれだけ維持できるかというのは疑問な部分があります。でこの2つが来ますと、ギリシャの現在 のプログラムがうまくいかなくなる可能性が十分にあります。で私はギリシャについては、本来もう少し前にデフォルトした方が良かったというふうに思ってます。もちろん周りの国に影響しないように十分な支援を準備した上でデフォルトさせてギリシャ通貨を切り下げさせた方が良かったんじゃないかというふうに思っておりますが、それをやっておりませんので、競争力の回復がないままに引き締めを続ける。でこの絵がしばらく続いていくから、いつまでこれが耐えられるのか、国民が耐えられるのか、国内の治安が維持できるのか、また観光業は GDP の 18% ぐらい占めて非常に重要な産業ですが、あんな状況の国ですと遊びに来る人も来なく、いなくなります。でこういった点で非常に大きな問題点があると。でそういう意味では私は全く予断を許さないと思いますし、多分ユーロの中にとどまったままであれば10年単位で、あるいは20年単位で資金をずっと流し続けることが必要で、これに対する維持可能性というのはあまりないと思った方がいいというふうに思っております。高島君、委員長、ありがとうございました。国務参考人さん、質問ができなくて大変申し訳ございませんでした。終わります。ありがとうございました。これにて中島君の質疑は終了いたしました。